はい、どうも、TG です。今回も聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いいたします。まず最初にちょっとスキルを変更したいんですけど、検索したらね、技を覚えるにはプッシュじゃなくて、まず挑発がいいかな。挑発と回転が必要みたいなんですね。なのでこれをセットしておきますね。とりあえずこれをある程度使ったら次回転に変更ですね。ああ、そうそう、前回がウルカン鉱山でしたっけ。あそこで武器作成ができると思ってやったイベントでできなかったので、今回こそはね、今回こそは武器作成のイベントをクリアしたいと思います。よろしくお願いします。まずね、また戦闘があるので、いつもとおなじみのルリ君を連れて行きますね。早くね、珠魅編を進めたいなっていう気持ちもあるんですけどね、多分強かったんですよ、あのレイスの塔の敵が。何回かやられたような記憶があるので、ちょっとね、下準備をしっかりしてから挑みたいなって思うんですよね。はいはい、 OK、 よし、行きましょう。だいたいね、もう動画の始まりはこれですね。今度からルリ君仲間にした後から録画しようかな。はい、じゃあね、さっき言ったウルカン鉱山、ウルカン鉱山で合ってるんでしたっけ、に行きたいと思います。あ、合ってる、ウルカン鉱山。はい、今回こそは出ると思うんですよね、あのイベント。違うイベントが発生しちゃったら困っちゃうな。大丈夫かな。もう一個多分あるんですよね。あー、違う気がするよこれ。あー、あ、いいのか、話しかけなければじゃないや。あれ触ると確かアナグマさんがどっかまで連れてってくれるんだった気がするんですよね。あ、ここここ。ワッツワッツ。はい、早い。あ、待って、捕まえられない。ここで待ち伏せしましょう。OK。あ、来ました来ました。これこれ。よかったー。わし、使い慣れたハンマー、なくしたせいで、どうも仕事がはかどらないだに。わしのハンマー、どこかで見つけたら届けてほしいだに。はい、OK。ありがたいだに。そんな大切なものなくしちゃダメでしょうにね。ハンマー届けてくれたら武器の作り方でも伝授してあげるだに。これですよ、待ってたの。ワッツのハンマー。はい、ある場所はね、もう実は知ってるんですけどね。じゃあ、あ、なんか変える。え、知らなかった。シルバー、シルバーってどうなの ?19。あ、今なんだっけ、今、ちょっと確認しましょうね。これか。ミスリル。よくステータスがわかんないんだけど。16? これ多分下の全部足した、あれですよね、数字ですよね。あ、あ、あ、何これ。あ、変えられるんだ名前。知らなかった。へえ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。変えたい。変えたい。よし。あ、でもあれかな。武器作成、防具も作成できるんですよね。今買っちゃうともったいないかな。いや、じゃあ、あ、やっぱやめとこう。やめます。いきますね。ワッツのハンマーはね、
入り口のあそこに話しかけちゃうとすぐ終了しちゃうので、地道に歩いていきましょう。ほい、これ倒す前にこれをやっておきたい。ほい、ちょっと待って、これをやっておきたい。あ、こっち来た、危ない。よいしょ。何回だっけな。10回まで行かなかったと思うんですよね、この挑発が必要なのって。うん、あ、下か。あと戦闘2回分ぐらいでいいかな。その他に必要なのが、なんて言ってましたっけ、私。回転だっけ。よし、敵をちょっと減らしてから挑発しようかな。 OK。 よいしょ。やられる。あれじゃ、あんまり調子乗ってるとやられそうですね、敵に。なんか来る。あ、そういうわけじゃない。ルリ君戦ってなくない。戦ってよ。そう。よいしょ。調子乗ってたらやられた。あれじゃ。危ない。はい、オッケー。あともう一回、戦闘で使ったら変えようかな、回転に。どこにやるっていうのは知ってるんですけど、マップを覚えてないんですよね。こっちは違うんだっけ？違いますね。マップを覚えるのは苦手なんですよね。こっちか。これで下か。前回の動画を撮ったのが昨日なんですよ。で、その次の日なのでね、時間は経ってないんですけどね。で、何も間挟まずこのゲームやってるので、昨日やったばっかりのダンジョンなんですけどね。どこだっけ。こっちだっけ。上じゃなかった気がするな。下？こっちかな。わからないぞ。とりあえず行くしかないですね。合ってる。あ、ルリ君が飛ばしてくれた。オッケー、チャンス。あ、やばい、こっち来てる。よいしょ、逃げろ。ルリ君当たんないでしょ、それ。すぐそういうことするんだから。よし、これくらいでいいかな。オッケー。なんかかっこいい名前の拾いましたよ。なんだろう、武器かな。あ、そうですね、下がる。ちょっと下がっちゃいますね。やめときましょう。あと、そういえばね、前回の時に、あ、これか。あ、呪われてる。魔法防御が上がるんですかね、あれは。12。これはなんだ。あー、このままでいいかな。あ、そうそう。で、スキルを回転、これですね。うん、オッケー。上だったかな。わかんないけど。あ、そういうことできんだ。あ、知らなかった。ほい。待って、自分も目回っちゃうんだ。え、知らなかった。あ、そういうこと。調子乗って回っちゃダメなんだ。あ、知らなかった。あ、このテンポならいける。よし、オッケー。あー、回りすぎちゃダメなんですね。あれ、まだある。あ、オッケー。知らなかったな。あ、そっか、バク転と勘違いしてました。ここ、あれ？ここにあるんじゃなかったっけ？あった、拾った。あ、今ワンちゃんが隠してたんだ。ダウ。
ダウしか言わないのかな。グマグママ、ま、あ、前も聞きましたね。お友達、あ、これはポエム読んじゃうと長くなるけど、もう一回読んじゃうかな。刺繍を発見。あ、でもこれ変わんないかな。やめときましょうか。あ、来ない。あ、あ、読んじゃおう、もう一回。はい。あ、変わらない。あー、ごめんなさいね。あ、あ、来た来た。なんだっけ、この人の名前。あ、ごめんごめん。やだよね、恥ずかしいよね。ごめんなさい。あ、もうないんだ。あ、コンゴさんね。あー、前はもっと読みたいにしたんですよね。じゃあ素晴らしいにしとこうかな。じゃろ、ええー、じゃろ。いやー、わし少しだけ自信あったんよ。そうなんだ。あ、ポーズ決めてる決めてる。そっか、よかったですね。いいことした感じですかね。はい、じゃあ来た道戻りましょうね。その前に回転、ほいほい。ああ、また自分もピューピューしちゃった。ああ、やめて。あ、おっとっとっと、ほいほいほい。一体倒してからやりますかね。ほい、はい、ほい、ああ、お、珍しくルリ君は働いてますね。まあもうちょっとだけどルリ君。オッケー。あ、まだ覚えないか。時間かかるかな。よしよし、ルリ君任せた。ほいほい、頑張れー。戦ってルリ君。オッケーオッケー。あ、必殺技。あ、よかった、今すかしたかと思った。おー、一発だ。はい、オッケー。こんなに使うんだっけ回転って。他に何か足りてないのかな。イリュージョンはだっていっぱい使ってるし、何が足んないんだろう。これ、あれ、これは、これは、どこから来たんでしたっけ？こっちか。あー、大丈夫かな？このダンジョンで覚えたいな、必殺技。お披露目したいですよね、覚えて。任せた。ほい、よいしょ。ルリ君頑張れ。ボコボコにされてる。頑張れルリ君、頑張れ。ああ、やられちゃうかもルリ君。ちょっと待って、1体くらい減らしとこうかな。ああ、ほい、オッケー。ああ、ちょっとちょっとやめてよそういうの。よいしょよいしょ。平均値拾って。ただね、ボス戦とかルリ君結構サボってますからね、任せておきましょう。あ、あー、ルリ君やられそう。あ、大丈夫大丈夫。危なかったね今。あれ、覚えないな。ちょっと待ってくださいね。うん、もう使ってそうなんだけどな。ロッド、ロッドってロッド装備しての戦闘ってことでしょ。戦闘の回数が足らないのかな。ロッド、回転、挑発、イリュージョンで覚えるはずなんですよね。回転も結構回ったと思うんだけど、挑発もやったでしょ。うん、もうちょっと回転してみようかな。もうこれワッツのとこ行くとあれか、終わっちゃうか、イベント。もう一回じゃあ戻りましょうね。あの、モグラさんと遊びましょう。よし、私は、あ、逃げたい。 OK、 私はこっちでぐるぐるしてるよ。ルリ君任せた。
あ、順調順調。ふいふいふい。あ、敵にピヨピヨさせなければ目回んないんですね、これ。ずっとふらふら。ふい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 。酔わないのかな。あ、じゃあちょっと待って。ちょっと待って。アイテム消えちゃったし。ふい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 。あ、敵に向かってやんなきゃダメ、もしかして。そういうこと？敵をピヨピヨさせるのをやんなきゃダメってこと？あ、もしかしてそうだとしたら今までの無駄だったパターン。あー、そういうことかな、もしかして。ちょっとね、もうちょっとやってみますね。はい、1回、はい、2回。あ、あー、回っちゃったね。いやー、あー、ちょっと待って。あ、聞いてない聞いてない。ほいほい。あ、私もまたピヨピヨしちゃった。ちょっと。え、これめんどくさいな。めんどくさいけど、もうちょっとやります。せめてね、そのだいたいこれくらいで覚えるっていう回数も載ってるんですよ。そこまでちょっと試してみたいんですよね。ただひたすら連打すればいいと思ったんだけど、違うみたいですね。ほいほい。あー、ピヨピヨしちゃった。ほいほい。あれ聞いてない。ほい。あー、こうやってちょっと避けつつだったらいける。ほい。あー、回っちゃった。やだー。はいはいはい。よいしょ。あー、また回っちゃったよ。ピヨピヨしちゃった。あー、しょうがない。よいしょよいしょ。まだいける、まだいけるぞ。あー、ルリくん倒されちゃった。よいしょ。まだだな。すいませんね、あとね、2回ぐらい付き合ってください。それでね、ダメだったら、あの、おとなしくワッツのところに行きます。すいませんね。よいしょ。ほいほい。あー、早いよ。あー、ちゃ。よいしょよいしょ。あー、こっち来た。いない。よいしょ。ほい。ほい。あー、回っちゃった。手が回ってる。あー。ほい。あー。ほい。ほい。ほい。まだいけるか。ほい。あー。目が回っちゃったよ。ほい。ほい。あれ、食らってない。ほい。まだいける。まだいける。あー、動いてー。ちょっと、ほい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 。まだいける、まだいける。ほい。あー、あー、食らってる食らってる。あいやー。あ、まだルリ君にやられちゃった。あ、なんか違う技覚えた。地鳴り。予定とは違う技を覚えましたよ。よいしょ。ここに地鳴り、これですね。自分中心に小範囲ダメージ。うん、 OK。 でもね、これじゃないんですよ。私が覚えたいのはこれじゃない。挑発も敵の近くじゃなきゃダメとかあるのかな。でも反応してましたもんね。蒸発は関係ないかな。よいしょ。ほい。わあ、ほい。あ、ぴよぴよ。いやー、ちょい。動いてない。ほ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 い。あれ。ほい。またお星様ついちゃった。あー、ちょい。ほい。ほい。あららら、らもう一押し。あー、こういう時決めるんだ、ルリ君。
倒さなくてもよかったのに。あ、まだだな。あー、待って待って、最後に最後に、あと泣きの一回、この一回でね、本当に終わりにしますから、すいませんね。これがね、一応これで最後にしますね。回転するのね。ほいほいほい。あー、早く早く、ルリ君が倒しちゃう。あー、いやー、倒しちゃうよルリ君が。ほいほい。あー、ほい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 。まだいける。あー、やめてルリ君、やめて。あーそういう時だけもうダメでしたね。はい、じゃあ行きましょう。なんでね、戦ってほしいとき戦わないのにね、やらなくていいときにやってくるんですかね、ルリ君ね。天の尺なのかな。まあ、あ、まだ敵いた。やったやった、まだやれるぞ。これはいいですよね、しょうがないですよね。通り道、ちょ、通り道にいた敵だから、勘弁してください、これは。カウントじゃない、許してくださいね。あやあやあや。はい。やめろ。いや、本当にもう。まあ、いいんだよ、今必殺技使わなくて。まあ、これが、ん？あれ？これ、あ、ん？これどこでしたっけ？こっち？違った？あ、当てる当てる。バーツさん。はい。あ、それはわしのハンマーだに。よこすだに。失礼な、拾ってきてあげたのに。まったく、近頃の若いもんは人様のもんを勝手にブツブツ。失礼しちゃいますね。兜取ってやろうかな。あった？あ、気づいた。じゃないだにね。そうですね、じゃないですよね。ガッハッハッハ。笑ってごまかしたぞ、こいつ。わし、君に頼んでたこと、すっかり忘れてただに。まったく。さっきの暴言忘れてほしいだに。嫌いにならないでほしいだに。しょうがない、許してあげましょう。じゃあ、はい、これで終わりですね。ワッツのハンマー終わり。これで、あのお家の後ろにある小屋ですね、前回行って何もなかったところに行くと武器作成のイベントが起こるんですけど、あの先にサボテンくんとこ行っとかないと、今回のワッツのハンマーが日記に残らなくなっちゃうので、サボテンくんの方に行きますね、まずね。ルリくんには毎回ごめんなさいですね。お、ありがとうルリくん。よし、ただいま。毎回この柱にぶつかるんですよね。ちょっと邪魔だな、柱。サボテンくん。よいしょ。はい。ハンマー。そうだね、ハンマーだね。探してきましたよ。あの、ちょうどね、バウって鳴くワンちゃんで隠されててね、見えなかったんですけど、あそこにあったんですね。一瞬勘違い、また勘違いだったかなって焦ったら、ワンちゃんが隠してたんですね。はい、ん？これって見ましたっけ？あ、見た見た、大丈夫大丈夫。すいませんね、忘れてた。あったあったあった。ワッツのハンマー。ワッツって人がハンマーをなくして困ってたのを助けたらしい。いっぱいいいことするのはいいよね。サボテンにも時々
絵本など読んで聞かせてください。結構好きです。でへへな、なにこれ。サボテンにも時々絵本読んでほしいんだ。なんだサボテくんかわいいな。結構好きです。だってでへへっていう笑い方はちょっとなんかあれですけどね。なんだ、いや読み聞かせぐらいしてあげるよ。可愛いから何冊も読んじゃうよ。もう可愛いなサボテンくん。じゃあね、そんなデレデレしてないでね、武器作成いきましょうね。ここ出るはず。ほい、あ出た。あーよかった。おう、あんたに頼まれてた武具作成室を作っておいただに。ん？なんだ？あ、まったく近頃の若いもんは人に礼を言うこともブツブツ。ごめんなさいね。ありがとう、アッツ。頼んでないだに？なんでだに？じゃあどうしてわしは。またですね。そうじゃっただにね、ガッハッハッハ。わし、君にお礼をしに来たの、すっかり忘れてただに。部屋作りに熱中しすぎただに。さっきの暴言、忘れてほしいだに。もう、しょうがない人ですね、ワッツさんね。嫌いにならないでほしいだに。嫌われるのは嫌なんですね。ちょっと可愛いところもあるじゃないか。ちゃんと武器の作り方も教えるだに。勘弁だに。そしたらまず武具作成室に来るだに。武器防具作成。はい、これからね作りますよ。ここら辺はね全然覚えてないです。そうだに、その調子だに。武器作成はハンマーだに。正しく打てば正しく響く。正しく響くハンマーさばきが命だに。その調子で打ち続けるだに。ねえ、100万回、100万回打てば立派な職人になれるだに。それは多くない？じゃあちょっと聞いてみましょうか。あ、これで教えてくれるんだ。はい、まず武器防具の作り方。武器も防具も作り方はどっちも同じだに。主原料を選んでハンマーで鍛えるだに。ただしハンマーさばきじゃなく主原料が作ったものの基本性能を決めているだに。それでもハンマーさばきに磨きをかけるだに。あー、なるほどね。やめるっていうまでこれずっと言われるんですね。はい、じゃあ武器防具の改造の仕方。改造するときには使うアイテムを一つ選ぶだに。改造すると使ったアイテムによってシークレットパワーちゅうのが宿ったりして、能力値ボーナスや属性レベルなどが変化するだに。これもアイテムによるだに。ハンマーさばきは全然関係ないだに。関係ないんじゃないか。それでもハンマーさばきに磨きをかけるだに。あ、絶対言うんだね。はい、作成のコツ。主原料の選び方。主原料の影響はとても分かりやすいだに。作った時に攻撃力や防御力、能力値ボーナスなどで主原料の性質が分かるだに。いくつか作ってみて主原料の性質を体で覚えるだに。体っていうか頭じゃないのかな。ハンマーさばきでは主原料の性質を変えることはできないだに。結局ハンマーじゃどうにもならないことがねあるってことですね。じゃあ改造の効果。改造すると使用したアイテムによってパラメーターが変化するだに。攻撃力が上がったり属性レベルが上下したりするだに。改造してすぐに効果が見えてこないこともあるだにが。改造を繰り返しているとじわじわと鍛えられていくだに。ただハンマーで打った回数は全然関係ないだに。やっぱり関係ないんじゃん。
はいはい。これで、これが最後ですかね。シークレットパワーって、改造していくと内部でじわじわと変化が起きているダニ。その変化の様相を表すのがシークレットパワーダニ。変化のエネルギーが大きくなるとシークレットパワーが宿って、変化のエネルギーが表に現れるようになるダニ。そうすると能力値や攻撃力、防御力とかに影響を与えるダニ。でもいくらハンマーで打ってもシークレットパワーは宿らないダニ。そうでしょうね。よくやっただに。一十百千万十万百万回は嘘だに。でもわしらが若い頃は親方からそう言われて修行したもんだに。これであんたは全ての武器防具を作れるようになっただに。ただし原料があればだに。あんたは初心者だからわしが特別にこれをあげるだに。目の須藤、これで帰るだに。これからも精進するだに。ありがとうワッツさん。あれ、武器防具の原料は渡しただにか。あんたが初心者だから特別にあげようと思ってきただにが。これもらってないって言うと確かもらえるんですけどね。ここはちょっとね、人間としてね、それはいかんと思いますのでね、正直に行きましょう。うん、もらいました。そうだにか。そうだっただに。忘れてただに。そんなら頑張って武器作成の道を精進するだに。はーい、ありがとう。はい、これでね終了です。武器防具作成終わり。最後にこれがあるの忘れてました。武器作成とかはね、よくわからないから、多分動画外で作りますかね。なんかどうでもいいのができちゃってもね、せっかく見てもらってもなんかもったいないですからね。はい、じゃあね、またサボテンくんに話しかけて、今回は終わりっていう感じですかね。よいしょ、邪魔だ、柱が。はーい、サボテンくん。はい。武器できた。武器できた。そうだね。武器できたね。武器ができたのかな。作成小屋、作成室ができたのかな。サボテンくん、かわいいな。よいしょ。はい。下から行った方が早そうですね。あった。武器防具作成。武器を作れるようになったらしい。新しい武器でそこいらのラビやお玉を叩いてくるらしい。かなり邪悪。改心しなさい。ごめんなさい。そうだよね。まあでもだって あっちもだって噛みついたりしてくるし、しょうがないですよね。そこいらのラビやお玉。お玉？お玉ってなんだ？お玉ってできましたっけ？お玉。とりあえず確かに叩いちゃうね。ごめんなさいね。むやみな戦闘はじゃあ避けるようにしましょうかね。はい、ではね、ようやくね、前回誤解してた、勘違いしてできなかった武器作成ができるようになりましたので、今回はこれで終了にします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。次はね、どうしましょうかね。気分でまた進めていきたいと思います。まだ準備編の方にはいかないですけどね。はい、ではありがとうございました。バイバーイ。